話は分かった。まさかダルモア市長が一連の事件の黒幕だったとは。こいつは大事件だぞ。それでジャンさん、市長を捕まえることはできるの？残念だが逮捕は難しそうだな。現行犯だったら市長といえど問答無用で逮捕できるんだけどね。やはりそうですか。そんなだったらこのまま悪徳市長をのさばらせてもいいってわけ？まあそう慌てなさんな。遊撃士協会がダメでも王国軍なら市長逮捕できる。エッセル君、ヨシュア君、これから市長邸に向かって市長に事情聴取を行ってくれ。多少怒らせてもいいからできるだけ時間を稼いでほしい。なるほど、その間に王国軍に連絡するんですね。その通りさ。動力通信でレイストン要塞の司令部に応援を要請してみるよ。軍に頼るのは尺だけど仕方ないか。よし、クローゼが追いついたら早速市長邸に向かって。お待たせしました。いいタイミングで来たわね。学園に寄った割には随分と早かったね。明日には自信がありますから。それでどういうことになりました？ちょうど市長のところに乗り込むって話をしてたのよ。王国軍の連中が来るまで事情聴取して時間稼ぎするの。そうですか。余計なことをしたかしら。クローゼも来るよね？あ、はい、どうかご一緒させてください。ジャンさん、連絡の方はどうかよろしくお願いします。ああ、任せておいてくれ。しかし大きな屋敷よね。やっぱりあくどいことしてるからこんな屋敷に住めるのかしら。それは関係ないと思うけど。ダルモア市長は元は大貴族の家柄ですから、この屋敷も代々の当主に受け継がれたものだと思います。そっか、確かに屋敷に罪はないわよね。まあいいや、なんとかあの市長を問い詰めてやらなくちゃ。ルーアン市長邸へようこそ。申し訳ありませんが、ただいま市長は接客中でして、また来ていただけますでしょうか？ちょっと待ってよ。その来客のことなら僕たちも承知しています。デュナン公爵閣下ですよね？まあその通りですわ。ひょっとして皆様も招待されていらっしゃるのですか？はい、市長から直々に。お邪魔しても構いませんか？よく見たら遊撃士の方ですわね。そういう事情でしたらどうぞお上がりになってください。市長と公爵閣下は2階の広間にいらっしゃいます。わかりました、親切にありがとうございます。そうだわ、お客様が増えるのだったらその分お茶を用意しないと。私これで失礼しますね。あれ、どうしたの？別に。そうだ、よく公爵閣下が来ていると分かりましたね。ああ、鎌をかけただけだよ。別荘地を国内外の富豪に売りつける計画だっただろう。デュナン公爵なんか格好のお得意さんだと思ってね。もう悪知恵が働くんだから。市長に招待されてるなんて口から出任せ言っちゃってさ。出任せじゃないよ。初めてダルモア市長に会った時に言われたじゃないか。レイブンの連中が迷惑をかけたら遠慮なく市長邸に来てくれってさ。あ、そっか。確かに招待されていますね。そういうこと。それじゃあ遠慮なく大広間に向かうとしようか。
も、なかなかいい話だ。確かにこのルーアンは別荘を持つには絶好の場所だ。しばらく滞在してよくわかったそうでしょとも。その高級別荘地の中でもとりわけ素晴らしい場所に閣下の別荘を用意いたします。必ずや気に入っていただけるかとお主なかなか話がわかるな。いいだろう、ミラに糸目はつけん。次期国王にふさわしい豪華絢爛な別荘を用意するがいい。そうだな、最低でもこの屋敷くらいは欲しいところだ。閣下、しばしお待ちを。女王陛下に相談もせずにそのような巨額の出費は。黙れフィリップ、私は次期国王だぞ。このくらいの買い物は当然だ。いやはや、公爵閣下ならば分かっていただけると思いました。後で契約書を持ってこさせます。その前にもう一本。うっとっとっと。こんにちは、遊撃士協会の者です。君たちは。え、なんだお前たちは。どこかで見たような顔だが。おお、いつぞやの。こんにちは執事さん。ちなみに今日はそこの市長さんにお話があって来ただけだから。困るな君たち、ギルドの遊撃士ならば礼儀くらいわきまえているだろう。大切な話をしているのだから出直してきてくれないかな。何分緊急の話なので失礼の段はご容赦ください。実は放火事件の犯人がようやく明らかになったので。その件か、仕方あるまい。公爵閣下、しばし席を外してもよろしいでしょうか。あ、ここで話すといい。どんな話なのか興味がある。しかしいいじゃない、公爵さんもああ言ってるし、聞かれて困る話でもないでしょ。まあそれはそうだが、そういえば昨夜はまたもやテレサ院長が襲われたそうだな。放火事件と同じ犯人だったのかね。その可能性が高そうです。残念ながら実行犯の一部は逃亡している状況ですが。そうか、だが犯人が分かっただけでもよしとしなくてはならんな。ちなみに誰が犯人だったのかね。それなんだけど、市長さんが考えている通りの人たちだと思うわよ。そうか、残念だよ。いつか彼らを更生させることができると思っていたのだが、単なる思い上がりに過ぎなかったようだな。あれ、市長さん、誰のことを言ってるの。誰って、君、レイブンの連中に決まっているだろうが。昨夜から行方をくらませているとも聞いているしな。残念ですが彼らは犯人ではありません。むしろ今回に限っては被害者と言えるでしょうね。何？今回の事件の犯人、それは。ギュナン公爵、あんたよ。何？何かの間違いでございましょう。エステル、どうしてそうなるのさ。エステルさん思わず間違えちゃった。今回の事件の犯人、それはダルモア市長、あんたよ秘書のギルバートさんはすでに現行犯で逮捕しました。あなたが実行犯を雇って孤児院放火と寄付金の強奪を指示したという証言も取れています。この証言に間違いはありませんか。でたらめだ。そんな黒装束の連中など知るものか。あれ、おかしいな。私たち黒装束だなんて一言も言ってないんだけど。知らん、私は知らんぞ。全ては秘書が勝手にやったことだ。往生際の悪いおじさんね。高級別荘地を作る計画のために
孤児院が邪魔だったと聞いています。これでもまだ容疑を否認しますか？しつこいぞ君たち。確かに随分と前から別荘地の開発は計画されている。だがそれはルーアン地方の今後を考えた事業の一環に過ぎん。どうして犯罪に手を染めてまで請求に事を運ぶ必要があるのだ？それは莫大な借金を抱えてるからでしょ。ナイアル、どうしてここに？いやな、そこの市長さんを取材しようと屋敷まで来たらお前たちが入っていくじゃねえか。こりゃ何かあるなと思ってお邪魔してみたらこの有様だ。いや、一部始終聞かせてもらったぜ。なんだね君は。あ、リベール通信の記者ナイアル・バーンズと言います。実はですね、最近のルーアン市の財政について調べさせてもらったんですが、ダルモア市長、あなた市の予算を使い込んでますな。それは別荘地造成の資金として。そいつは通りませんぜ。まだ工事は一切始まってない。ちょいっと妙だと思ったんで飛行船校舎まで足を伸ばしてあなたの動向を調べたんですよ。するとあら驚き、1年ほど前に共和国方面にたびたびいらっしゃってますね。ただの観光だ。というのは表向きの理由、本当の理由はあちらの相場に手を出して大やけどを負ったからでしょ。相場って何？市場の価格差を利用してミラを稼ぐ売買取引です。ある品が安い時に買い込んで高くなったら売るような。あ、なるほど。それでこの市長さんはどれだけ損しちゃったわけ？共和国にいる記者仲間に調べてもらった限りではおよそ1億ミラってとこらしい。1億ミラ？寄付金の100倍ですか。確かに犯罪に手を染めても不思議ではない金額ですね。1億とはな、私もミラ使いは荒い方だが、さすがにお主には乾杯だぞ。なあに競ってるんだか。まあそんなわけで、莫大な借金を返すために市の予算に手を出したはいいが、問題を先送りにしただけだ。どうするものかと思っていたら、まさか放火や強盗までして別荘地を作ろうとするとはね。なんと言いますか、行き当たりばったりですな。そんな証拠がどこにある？憶測だけで記事にしてみろ。名誉毀損で訴えてやるからな。あらま、開き直った。貴様らもそうだ。市長の私を逮捕する権利は遊撃士協会にはないはずだ。今すぐここから出ていくがいい。やっぱりそうきたか。さすがに自分の権利はちゃんと分かってるみたいだね。市長、一つだけお伺いしてもよろしいですか？何だ君は。王立学園の生徒のくせにこのような輩と付き合って、とっとと学園に戻りたまえ。どうしてご自分の財産で借金を返さなかったんですか？確かに1億ミラは大金ですが、ダルモア家の資産があればなんとか返せる額だと思います。例えばこの屋敷などは1億ミラで売れそうですよね。バカなことこの屋敷は先祖代々から受け継いだダルモア家の誇りだ。どうして売り払うことができよう。あの孤児院だって同じことです。多くの思いが育まれてきた思い出深く愛おしい場所、その思いを壊す権利なんて誰だって持っていないのに、どうしてあなたはあんなことができたんですか？あのみすぼらしい建物とこの屋敷を一緒にするな。あなたは結局自分自身が可愛いだけ。ルーアン市長としての自分とダルマー家の当主としての自分を愛しているだけに過ぎません。かわいそうな人。
よくぞ言った小娘が。こうなったら後のことなど知ったことか。ファンゴ、ブロンコ、餌の時間だ。出てこい。なんなの？獣の匂い。なんだ？魔獣！公爵閣下！信じられません。魔獣を飼ってるなんて。お前たちを皆殺しにすれば事実を知る者はいなくなる。こいつらが食い残した分は川に流してやるから安心したまえ。狂ってやがる。こんな屋敷の中で魔獣と戦うことになるなんて。でもこれで現行犯として市長を逮捕することができる。あなたたちに恨みはないけれど、人を傷つけるつもりならば容赦はしません。バカな、私の可愛い番犬たちが。貴様らよくもやってくれたな。それはこっちのセリフだっての。遊撃士協会規約に基づき、あなたを現行犯で逮捕します。投降した方が身のためですよ。こうなっては仕方ない。奥の手を使わせてもらうぞ。え？杖。時よ、凍えよ。体が動かない。これはオーバルアーツなのか。違います。これはおそらくアーティファクトの力。なんだそりゃ。おお、クローゼ君は博識だな。これぞ我がダルモア家に伝わる家宝、アーティファクト、封じの法上。一定範囲内にいる者の動きを完全に停止する力があるのだよ。なんてデタラメな力。こんな強力なアーティファクトが教会に回収されずに残っていたのか。さすがは古代文明の英知の結晶。戦術オーブメントごときとは比較にならぬ力を備えている。もっとも一つの機能しか持っていないのが難点だがね。仕方ないから君たちの始末は私自らの手で行ってあげよう。光栄に思うのだな。まずはそうだな、生意気な小娘から始めて。何が生意気よ。最後に逆しらな小娘の息の根を止めるとしようか。さっきの威勢はどうした。命乞いでもすれば助けてやらんでもないぞ。誰があんたなんかに。汚い手で触るな。何？汚い手でエステルに触るな。もしも毛ほどでも傷つけてみろ。ありとあらゆる方法を使ってあんたを八つ先にしてやる。のよ、ヨシュア、ヨシュアさん。指一本も動かせぬくせに、いきがりよってからに。いいだろう、貴様の始末を先にしてやる。やめなさいよ。ヨシアを傷つけたら絶対に許さないんだからね。ヨシアさん。死ね。ダメーの。この光は。くそ、この手が動けばカメラを。なぬ体の自由が戻った。
してる。今の黒い光は。うん。父さん宛てに届いたあの黒いオーブメント。これが光ったみたいだけど。そんなバカな。家宝のアーティファクトがこんなことで壊れるものか。どちらにせよ、あなたの切り札はもうない。現実を見た方がいいんじゃありませんか。そうよ。よくも悪趣味なやり方でいたぶってくれたわね。最低です。誰が捕まるものか。追いかけるよ。はい。ああ、待ちやがれ。こんなスクープ逃してたまるかってんだ。やれやれ、寿命が縮みましたぞ。カッカ、大丈夫ですか。カッカ、マジュラ、マジュラ。のヨットです。待ちなさいっての。このボートで追いかけよう。さあ、二人とも乗って。オッケー。こら、俺も乗せやがれってんだ。うわー、よし、近づいてきた。こちらの方が小型の分、船体は軽いみたいですね。しつこい奴らだ。これでも食らえ。どりゃ。なに。遊撃士をなめんじゃないわよ。よっしゃ、そのまま右側につけちゃって。了解。あれ、いきなり速くなった。これは沖合を流れる風です。まずいな。こうなったらヨットの方が断然有利だ。なんですって。エイドスは私の方に微笑みかけてくれたようだな。それではさらばだ、小娘ども。冗談じゃないわよ。あと一歩のところ。このままだと高飛びされかねない。何か手段は。何？来た。逃げたはいいが、これからどうしたものか。やはり軍の手が回る前に帝国に高飛びするしかないか。なーに、しばらく我慢すれば彼が何とかしてくれる。うわ！なんだこの飛行船は。王国軍の、いや、この紋章は王室親衛隊所属高速巡洋艦アルセイユ。それがこの艦の名前だ。やれやれ、なんとか間に合ったみたいだな。青と白の軍服、女
の親衛隊だと？その通り。自分は中隊長を務めるユリア・シュバルツという、ルーアン市長モーリス・ダルモア殿、放火、強盗、横領など諸々の容疑で貴殿を逮捕する。これは夢だ。夢に決まっている。これってどうなっちゃってるの？ジャンさんが連絡してくれた王国軍の応援だと思うけど、それにしては来るのが早すぎるような。やあ遊撃士の諸君、諸君の協力を感謝する。後のことは我々に任せてほしい。先ほど目を覚ました市長を問い詰めたのだが、どうやら記憶が曖昧になっているようだな。放火や強盗の犯行についてもぼんやりとしか覚えてないらしい。そうなんだ。なんか空賊の首領みたい。あの黒装束たちといい、何か関係があるかもしれないね。まあ記憶が曖昧といっても起こした罪は明白だからな。秘書ともども厳重な取り調べが待っているのは言うまでもない。何か判明したら遊撃士協会にもお知らせしよう。助かります。ところで注意さん、一つお願いがあるんですがね。何かな、記者殿。できれば俺もそちらの船に乗せてくれませんかね。なんといってもサイス中央工房が世に送り出す最新鋭の飛行船だ。ぜひとも取材させてほしいんですよ。申し訳ないがお断りさせていただこう。このアルセイユは先日偽装が終わったばかりで試験飛行を行っている段階なのだ。正式なお披露目が行われるまでどうか報道は控えていただきたい。そこをなんとか。逮捕された市長や秘書からもコメントをもらいたいところだし。心配せずとも、判明した事実は王都の通信社にもお伝えしよう。そのあたりで勘弁してほしい。仕方ないか。よし、こうしちゃいられん。記事を書いたら大急ぎで王都に戻るしか。そんじゃ失礼するぜ。相変わらずたくましいっていうか、めげないっていうか。でもナイエルさんらしいね。リベール通信の発行部数は最近うなぎ登りだと聞いている。彼にはプロパガンダにとらわれない記事を書いてほしいものだが。プロパガンダ？いや。お手柄だったようだね、チュバルツ中尉。これは大佐殿。あっ、リシャール大佐。ほう、いつぞやも。なるほど、ギルドの連絡にあった新人遊撃士とは君たちのことだったか。え、ジャンさんが連絡したのってリシャール大佐のことだったの？ああ、王国軍の司令部があるレイストン要塞に連絡が入ったね。慌てて駆けつけてみればすでにことが終わっていたとはな。見事な手際だ、シュバルツ中尉。は、恐縮です。でも不思議ですこと、王都にいる親衛隊の方々がこんなところに来ているなんて。どうやら我々情報部も知らない独自のルートをお持ちのようね。おたわむれを。カノーネ隊員、あまり絡むものではないな。ただ陛下をお守りする親衛隊が他の仕事をするのも関心はしない。後の調査は我々が引き継ぐから、レイストン要塞に向かいたまえ。そこで市長たちの身柄を預からせてもらうとしよう。は、了解しました。我々はこれで失礼するよ。親衛隊と遊撃士の諸君、それから制服のお嬢さん、機会があったら
また会うこともあるだろう。それではさらばだ。ごきげんよう。気のせいかもしれないけど、今リシャール大佐クローゼの方を見てなかった？そうでしょうか。確かにこういう場所に君みたいな学生がいるのはあまりないことだろうからね。不思議に思われたのも無理ないよ。本当にそうですよね。ちょっと反省です。そんな雰囲気じゃなかったような。自分に言わせれば君たちだって十分驚きの対象だ。いくら遊撃士とはいえその若さでここまで活躍するとは。できれば親衛隊にスカウトしたいくらいさ。やだな、そんなおだてないでくださいよ。今度の事件だっていろんな人に助けてもらったし。そう謙遜するものではない。まだ準遊撃士のようだが、声優撃士は目指さないのかな？あ、今ちょうどそれを目指して修行中なんです。女王生誕祭が始まるまで一通り国内を回ってみるつもりです。そうか、自分も応援しているよ。ユリア隊長、出航の準備が整いました。あ、わかった。エステル君、ヨシュア君、それとクローゼ君も。そろそろ我々は失礼する。機会があったらまた会おう。あ、はい。その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。大衆一同、敬礼。うわ！王室親衛隊所属艦アルセイユ、テイクオフ。敬礼しながらファンファーレを鳴らすなんて、なんか圧倒されっぱなしだわ。そうだね、船も最新式のものみたいだし、さすが女王陛下の安全を守るエリート部隊だね。そうですね。しかしユリア中尉ってかっこいい女の人だったよね。なんだかクローゼが演じた青騎士オスカーみたいな感じ。私もそう思いました。面白い偶然ですよね。はあ、まさか王都の親衛隊がやってくるとはね。しかも噂の最新鋭艦アルセイユのお出ましとは。僕も受付の仕事がなかったら見に行きたかったんだけどな。ジャンさんって意外にミーハーだったのね。でもジャンさんが連絡したのはリシャール大佐だったんでしょ？ああ、レイストン要塞の司令部に彼がいたもんだからね。どうして親衛隊が駆けつけたのかはわからないが、まあ軍の連絡系統にもいろいろあるってことなんだろうね。通常の正規軍に加えて国境師団、情報部、王室親衛隊、確かに複雑そうですよね。でも今回の事件は事後処理が大変そうですね。今後ルーアン地方の行政はどうなってしまうんでしょうか？あ、そうか、市長が逮捕されちゃったし。とりあえずは王都から市長代理が派遣されると思う。市長の有罪が確定すればいずれ選挙が行われるだろうね。そうそう、孤児院については正式な保証が行われると思うよ。そうですか、よかった。これもみんなエステルさんたちのおかげです。本当にありがとうございます。やだな、水臭いこと言わないでよ。そうだね、当然のことをしただけさ。それに僕たちだけじゃなくてアガットさんの協力も大きかったしね。そういえばねえジャンさん、アガットから何か連絡はあった？ああ、それなんだが、残念ながら黒装束の連中は取り逃がしてしまったらしい。他にも仲間がいたみたいでね。
待ち伏せの襲撃にあったそうだよ。え？大丈夫だったんですか？ああ、なんとか切り抜けたらしい。そのまま連中を追ってサイス方面に向かうそうだ。今頃はルーアン地方から離れている頃じゃないかな。なんかハードなことやってるわね。まあ慣れっこだろうよ。しばらく前からアガットはあの連中を追いかけているんだ。どうやら君たちのお父さんに頼まれた仕事らしいけどね。父さんが？どうしてそういうことに？レイブンにいたアガットを更生させたのは他ならぬカシウスさんだからね。なんだかんだ言ってあの人には頭が上がらないのさ。そうだったの？アガットはああいう性格だから感謝しないで突っ張っているけどね。なるほど。僕たちに対する厳しい態度もそれが原因かもしれないですね。すごくそれっぽいわね。ってやっぱり父さんのとばっちりじゃないのよ。あ、エステルさんたちのお父様といえば確か。え、どうしたの？あの視聴艇で黒い光が溢れた時に。あ、それがあったか。いろいろありすぎてつい忘れちゃってたけど、これ一体何なのかしら。それのおかげで助かったけど少し不気味な感じはするね。珍しい色のオーブメントだね。どういった由来のものなんだい？それが、R 博士に K か。ひょっとしたら。え、知ってるの？いや、心当たりというほどじゃないんだが、それの由来を調べたければサイス地方に向かった方がいいかもしれない。サイス地方？知っての通りサイス市はオーブメント生産で有名な場所だ。工房都市とも言われており、博士の肩書きを持っている人も多い。なるほど。たとえ博士が見つからなくてもその黒いオーブメントの正体がわかるかもしれませんね。でも私たちここで修行する必要もあるし。こんなこともあろうかとちゃんと用意しておいたのさ。いいんですか？空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を解決されちゃ渡さないわけにはいかないからね。査定と報酬も用意してあるよ。何から何まですみません。なに、正当な報酬さ。僕も君たちには一刻も早く声優劇師になってもらいたい。その方が君たちの力をもっと活かせると思うからね。ありがとう、ジョンさん。期待に応えられるよう頑張ります。よかったですね、エステルさん、ヨシアさん。ちょっと寂しくなってしまいますけど、クローゼ。そうだね、僕たちも名残惜しいよ。わがまま言ってごめんなさい。出発の日が決まったら私にも教えていただけませんか？エアレッテの関所まで見送らせていただきますから。